ハレルヤーアメーンアメーンハレルヤーこんばんはこんばんはハレルヤーアメーン、皆さんお元気でしょうか。今日はちょっと暖かいと言いましょうか。吉原さん、こんばんは。2年ぶりに見に来ました。わお、すごいですね。2年ぶりですか。サマーさん、今日も勉強させてください。アメン。一緒に勉強しましょう。一緒に勉強しましょう。アメン。こんばんは。ハレルヤ。ハレルヤ。リズルさん、こんばんは。アメン。ヒカルさん。ハレリア、ストッキングさん、アメン、ダイさん、ハレリア、ダイさん、ハレリア、イヌさん、ハレリア、誰か電話来てますね、どうしましょう、困っちゃいましたね。アメン、ハレリア、コタロさん、あ、コタロさん、ハレリア、小太郎さんはね、くじをちょっと、出にくいということで、本当に申し訳ありませんね。7時の方が出やすいんですけども、小太郎さん、来てくれました。ありがとうございます。アメン。ユーストリームの方はちょっとなんか出ない感じですね。困りましたね。ちょっとね、ユーストリームの方が画面が出てないみたいな感じですけどね、どうなんだろう、画面出てるのかな、ちょっとわかりませんが、ユーストリーム出てるのかもしれませんね。はーい、はい、小太郎さんありがとうございます。アメン。ですね、今日は土曜日ですね。土曜日、明日はですね、朝日曜日、礼拝ライブがありますね。礼拝ライブ、そして明日はですね、ケスさん、映像出てました。 ありがとうございます。私の方出てないんですがね、ありがとうございました。チャーリーの甥御さんのですね、ケス君が明日洗礼を受ける予定ですね。洗礼を受ける予定です。はい、何かニュース他にあったかな、何か。はい、ハレリア、ハレリア。今日はですね、あなたの十字架は何ですかというタイトルですね。まあ、十字架はいろんな意味があるんです。十字架とは何か、これは本当に大事なテーマなんですね。十字架というのはまさに、キリスト教といったら十字架、ね。十字架は深い、意味があります。深い意味がありますね。あやぺさん、ハレルヤ。イエス様も十字架にかかりました。ね。イエス様も十字架にかかりました。そして私たち、イエス・キリストを信じるクリスチャン、信じるクリスチャンもですね、その十字架を負うんですね。この間英語でちょっとやりましたが、ちょっと日本語でまずやりましょうね。イエス様も十字架にかかりましたけど、私たちも十字架を追いなさいって書いたんですね。ルカの9の23、ここですね、23節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を 失い損じたら何の得がありましょう。イエス様の弟子は、イエス様について、行きたいと思うんですね。クリスチャンはそうです。クリスチャンは毎日イエス様についていく。そのためには自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そしてついていく。日々ですね、日々、毎日ですね。毎日、自分の十字架を追って、ね、十字架を追って、イエス様についていく。これはですね、もう本当にこう、いろいろ、メッセージがあると思うんですが、イエス様についていく。イエス様の弟子。ね。一体どういうことなのかということですね。自分を捨てる。自分を捨てる。まあ、十字架っていうのはある意味で自分を捨ててるということですね。自分を捨てる。自分の命を捨てる。一体どういうことなんでしょうか。イエス様も自分を捨ててるわけですね。イエス様が十字架にかかったっていうのは、イエス様も、ご自身をこう捨てているわけです。命を捨てているわけですね。イエス様が模範です。イエス様が命を捨てるという模範であり、十字架にかかるという模範ですね。まさに人間の模範だということですね。人間の模範です。そして、イエス様は全ての人のために十字架にかかったわけですが、私たちはイエス様についていきたいので、自分を捨て、自分の日々自分の十字架を追ってイエス様についていく。自分の十字架をね、自分の十字架を背負って、イエス様も自分の十字架を背負って、ゴルゴダの丘、カルバリーの丘、ドクロと呼ばれるゴルゴダの丘にまで、イエス様は自分の十字架を担いで行きました。十字架を担ぐ、ね、十字架を担いで歩むというのはどういうことでしょうか。自分の十字架を担いで歩く。まあ、普通はですね、この、なんて言うんでしょうかね。自分の死刑になる十字架を担いで歩くというのは、本当にこう、死に近づくというか、すごくこう、重いことだと思うんですね。この世の罪を背負ってるんですか？イエス様はそうですね。イエス様は、人類全部の罪を背負っている。そうですね、小太郎さんのおっしゃる通り、この世の罪を背負っているというのと、まあ、イエス様は罪人じゃないから自分の罪を背負っているわけじゃないんですね。イエス様が担いだ十字架はこの世の罪と言ってもいいでしょうね。私たちの罪、全人類の罪、重いですよね、皆さんね。まあ、この十字架だってね、結構大きいから、十字架そのも重いと思うんですよ。何キロあるか分かりませんが、十字架ね、まあ、30キロぐらい、40キロ分かりませんが。で、イエス様の場合はね、こう、鞭を打たれて、40回かな。40回鞭を打たれてですね、もう本当に、こう、なんて言うんでしょうかね、出血してですね、もう体中が傷だらけの状況で、そして十字架を背負ったんですね。途中で倒れてですね、クレネ人シモンという人が代わりに背負ってくれたんですが、まあ、これも一つの意味がありますね。クレネ人シモンは私たちを表すのかもしれませんね。イエス様の背負っている十字架を、まあ、シモンが、代わりに背負った。私たちもですね、イエス様の苦しみを、こう味わうものとされているという意味では、私たちもその全人類の罪という意味ではなくて、その、
イエス・キリストは私たちの罪をあがない、そして十字架にかかりました。私たちもですね、日々、その、十字架を追います。でも私たちの十字架は私たちの罪ではないんです。どういうことかというと、私たちの罪は、私たちの罪はイエス・キリストが私たちの罪を背負ってくれました。では私たちの背負う十字架は何でしょうか。私たちは自分の罪をあがらうわけではありません。私たちは自分の罪を背負うのではありません。私たちの罪はイエス・キリストがもうすでに2000年前に、私たちの罪を負ってくれて、イエス様があがらってくれました。だから私たちが自分の罪の、十字架を背負うのではありません。では私たちが背負う十字架とは何でしょうか。私たちが背負う十字架、深い話だなと思います。はい、じゃあ皆さん、皆さんの答えを聞きましょう。はい、兄弟姉妹の皆さん、主にある兄弟姉妹の皆さん、皆さんが毎日背負う、十字架とは何ですか。何を意味するんでしょうか。はい、じゃあ皆さん答えてください。クリスチャンが背負う十字架とはどういう意味でしょうか。何でしょうか。イエス様の愛。イエス様の愛ね。この放送を見てること。神の御心。神の御心を背負う。人の迫害を恐れない。十字架は本来私たちがかかるべきです。自分の罪を認めること。罪はですね、私たちの罪はイエス様がもうあがらってくれたわけですね。イエス様が罪を背負ってるんです。イエス様の愛を背負う。ああいいですね。イエス様の愛を背負う。キューちゃんの十字架のネックレス、これガーナで買いました。十字架にかかるほど本来私たちの罪です。十字架にかかるほど本来私たちの罪です。ちょっと難しいですね。イエス様の証、ああいいですね。イエス様の証を背負うということですね。自分のプライドを十字架にかけて捨てる、それはまあイエス様の十字架ですね。はい、ありがとうございました。ちょっと難しいかもしれませんね。ちょっと難しいかもしれません。100円均一で買えますか？十字架売ってます？100円均一でもね。はい。はい、それでは、行きましょうか。ですね、まあ、これは、私の意見ですから、絶対正しいということではありませんが、結局ですね、イエス様の弟子はクリスチャンです。そしてクリスチャンはもうすでにイエス様の十字架によって罪が許されていますね。僕も十字架を持っています。見せました。アメン。見ました。私たちの罪はもうすでにイエス様の十字架によってあがなわれています。だから私たちは自分の罪をあがなう必要はありませんし、もうすでに許されたのです。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちの罪は許されたのです。ですから喜ぶのです。それで私たちはもう、神の子であり義とされたわけですね。それではじゃあなぜ、私たちがですね、今度は
自分の十字架を背負う必要があるんでしょうか。それは、私たちは、そのイエス様が模範を示してくださったように、私たちも自分を捨てて、自分の十字架というのはですね、やはり、自分が死ぬところなんですね。イエス様が死んだように私たちも死にます。死ぬというのは実際に死ぬということだけじゃなくて、自分の、ね、人生を捧げる、自分を捧げるという、つまり十字架というのは捧げている生贄が、生贄の一つの形です。イエス様も生贄として十字架にかかったんです。ですから私たちも、自分自身を生きた供え物として捧げるという言葉があるんですが、毎日自分を捧げていくということでもあるでしょう。皆さん、クリスチャンというのは毎日自分を捧げることなんです。神様に捧げることなんです。命を捧げることなんです。十字架というのは、祭壇であり、十字架というのは生贄を殺すところです。私たちは自分は神様に対する生贄として、もう私たちは自分の罪の生贄はイエス様の十字架ですから、私たちは自分の罪のためではなくて、神の栄光のために、神の福音のために、特に伝道や、福音のために自分を捧げていくということですね。イエス様に身を捧げる喜び、アメン。分かりやすく言えば、イエス様にのために生きていく、伝道する、迫害の中でも、イエス様を告白していくという、そういう感覚の十字架ではないでしょうか。十字架というのはですね、皆さん、十字架というのは神様が、この世に対してこう神ご自身を、なんて言うんでしょうか、このように示しているものです。この世に対して、挑戦していると言ったらいいのかな。この世に対して、そのご自身を表しています。間違ったこの世、罪深いこの世、ね、そのこの世の敵対するこの世に対して神ご自身を示しているのが十字架です。アメン。そこのところよく理解してください。十字架とはどういう意味なのか。神様が神の義を表している。神の義を表しているんですね。義というのは正しさですね。十字架は神の栄光であり、神の義です。神様を、目に見えない神様を表しているのが十字架なんですが、その十字架によって私たちが救われたんですが、今度はクリスチャンが自分の十字架を背負って、イエス様についていく、イエス様の弟子として、イエス様の十字架を表し、愛を表し、イエス様を模範として、私たちも自分の十字架を背負っていくということです。もうちょっと分かりやすく言うと、パウロも伝道するときに迫害にあって、苦しみにあって、もう本当に死にそうになって石を投げられて、苦しみました。それはパウロの十字架です。パウロの十字架です。パウロは、自分を捧げて自分の十字架を背負って、このイエス様の後についてきたんですね。で、時々言うんですが、私もですね、こうニコ玉がですね、ニコ玉で悪コメを書かれます。誹謗中傷されますね。もういろんな誹謗中傷を受けるんですが、
これも私にとって十字架。ね。ニコ生が私の十字架と言ってもいいでしょう。ね。ニコ生によって迫害される。ニコ生によって悪く目を、書かれる。これは私の十字架ですね。私の十字架。私の十字架。つまり、イエス・キリストに従うことによって苦しむこと。イエス・キリストのに従っていくことの中で、通らなければならない苦しみ。まあ、それを十字架と言ってもいいかもしれません。ね。それが十字架です。イエス様に従っていくときに、どうしても通るところ。苦しみに遭うところ。ね。それが十字架と言ってもいいでしょう。イエス様はおっしゃいました。イエス様はご自身の十字架を、受けることを、何かこう、杯を飲む。ね。苦い杯を飲むというような表現をしました。イエス様は言いました。この杯を飲まなければならない。この苦い杯を飲まなければならないというふうにおっしゃいました。イエス様がこの地上に来たのは、ご自身の十字架につくためなんです。イエス様がこの地上に来たのは、苦いコップを飲むために来た。十字架にかかるために来た。兄弟姉妹の皆さん、私たちも同じです。私たちも自分の十字架に、つくために、自分の十字架を担ぐために、今生かされているのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちはイエス・キリストのゆえに、自分の十字架を担いで、自分の十字架で死ぬために生きているのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちはイエス様が、この世に対して十字架でご自身を表しているように、私たちも自分の十字架を通して、自分の十字架を通してイエス・キリストを表すのです。イエス・キリストを告白するのです。私たちは何のために生きているんですか？私たちはイエス・キリストの栄光を表すために生きているのです。どうやって私たちは自分のイエス・キリストを表すんですか？自分の十字架にかかって表すのです。自分の十字架にかかって、私たちはイエス・キリストを表すのです。場合によっては迫害。場合によっては殉教。場合によっては、ね、もうあらゆる苦しみ。そういうものが、私たちの十字架なんです。私たちの十字架なんです。私たちの十字架なんです。26聖人は実際に十字架にかかりました。26聖人は本当に十字架にかかって死にましたけれども、そういうこともあるのです。私たちは実際に十字架にかかることもあるかもしれません。実際の十字架じゃなくても、私たちが、家族から反対されたり、家族から、ね、このひどいことを言われたり、また友達に、このひどいことを言われたり、クリスチャンであるがために、差別されたり、中傷されたりする。それが十字架なのです。それが十字架なのです。イエス・キリストが苦しんだように、私たちも苦しむのです。イエス・キリストが憎まれたように、私たちも憎まれるのです。イエス・キリストが自分の命を捨てたように、私たちも、イエス様と福音のために命を失うのです。アメン。これが信仰なのです。これが信仰なのです。十字架が全てです。命を捧げます。そして私たちが、手において、イエス様が、ね、よくやった。私に命を捨てるまで従った。私のためにあなたは自分の人生を捧げた。命を捧げたと言って、イエス様は私たちに報いを与えてくれるのです。ですから、信仰というのは、イエス様のために、イエス様が私たちのために命を捨ててくださったように、私たちもイエス様に自分の命を捧げて、この人生を自分のために生きるのではなくて、イエス・キリストの
栄光と福音のために、イエス様と同じように自分の十字架を背負って生きること、自分の十字架を背負って、生きること、これが私たちの十字架なのです。私たちの人生なのです。アメン、アメン、アメン。はい、それではですね、英語ちょっといきましょうかね。英語は、ルカの十章ですね。ルカの十章、この赤いとこですね。She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. で、ちょっと飛んで赤いところ、42のところね。But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.もう一度39からね。 She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. それから下の42が、 But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. 訳しますとですね、マーサ、お姉さんですね、マーサがメアリーを、メアリーという妹がいましたね。で、そのマリアですね、マリアが、イエス様の言ってることを聞くためにイエス様のそばに座っていたということですね。で、そのお姉さんのマルタがね、お姉さんのマルタがその、まあ、忙しくて、マリアに手伝ってくれとイエス様に言って、そう言ってくれと言ったんですが、イエス様が、こう言いますね、この41のところですが、マルタ、マルタ、あなたはいろいろ心配しているけれども、たくさんのことで心配しているけど、しかし大事なことは一つです、マリアがその良いことをして選んだのです。それを取り上げてはいけない。つまり、マルタ、お姉さんのマルタは、イエス様をもてなそうとして、食事の支度とか、いろいろ忙しかったわけですね。ところが、妹のマリアは、その、何もしないで、イエス様のそばで、イエス様の言ってることを聞き入ってたわけですね。イエス様は、どっちが喜ばれるかということですね。イエス様をもてなすことがイエス様が喜ばれるのか、それともイエス様の言ってることを聞くことが喜ばれるのか。もちろん後者ですね、後者。イエス様が喜ぶの、もちろんもてなしを喜ぶと思いますよ。イエス様がもてなしを受けることは喜びですが、もっと嬉しいことはイエス様の言ってることを聞いてくれることですね。イエス様が言ってることを聞くことです。そしてイエス様は言いましたね、大事なことは一つです。大事なことは一つです。それはイエス様のそばに座ってイエス様の言ってることを聞くことなんだという。皆さん、これは今のクリスチャンにも言えるんじゃないでしょうか。クリスチャンもいろんなことを悩んだり考えたりしますけど、大事なことはイエス様の、御言葉を聞くことです。イエス様の御言葉を聞くことです。これがとても、大事なことなんだということですね。アメン。皆さんは今、伝道部屋に来て、イエス様の教えを聞いてるじゃないですか。今、イエス様の教えを聞いてるじゃないですか。毎晩聞いてるじゃないですか。皆さんは一番大事なことをしてるんですよ。人間にとって、大事なことはわずかです。いや、一つです。その一番大事なことを皆さんはしているのです。一番大事なことをしているのです。
皆さんはイエス様が喜ぶことをしているのです。それはイエス様の話を熱心に聞くことです。イエス様の話を熱心に聞くことです。これは本当に、人間にとって一番大事なことなんです。イエス様の話を聞く、これがとても大事なんですよ。もちろんね、聞くものだけであってはいけない、実行するものでありなさいという御言葉もありますから、イエス様の御言葉を聞いて、そしてそれを実行することが大事です。イエス様の御言葉は命をくださいます。アメン。皆さんは人間にとって一番大事なことをしているのですね。真理を学んでいるのです。真理を学んでいるのです。一番大事なことをしているのですね。大事なことは一つなのです。本当に大事なことは一つなのです。皆さんは最高のことをしているんですよ。はい、それではですね、あなたの十字架は何ですかという、イエス様のためにどういう苦しみを受けているんですか、イエス様のためにどういうところを取っているんでしょうか。はい、それでは今日の証タイムは、あなたの十字架は何ですか、あなたの十字架は何ですか。はい、答えてください。イエス様のためにどのような苦しみを受けてますか、イエス様のためにどのような重荷を負っているんでしょうか。視力が回復しました。がんがほぼ治りました。十字架、この世の価値観かな。クリスチャンになり実家に帰れなくなった。お金が全てだと思ってた時期がありました。性欲と戦っている。うつが治りました。排水管の汚れが落ちました。十字架はこの実社会、アメーバービグの呪縛が解けました。便秘が治りました。毎日反省している。ゴキブリが部屋から消えました。偶像に惑わされそうな時はイエス様と戦ってます。イエス様の愛をもっと知りたいです。この世の喜びが捨てられました。嬉しい出来事が増えました。心が洗われました。 LTL 教会の訪問から1週間経ちますが、まだ余韻が残っています。テレビを見なくなりました。 FC2 アダルトを見なくなりました。明るい気持ちを持てるようになりました。脱法ハープをやめました。穏やかな気持ちになれました。心がきれいになりました。母親を殴らなくなりました。誰に対してでも謝れる人間になりました。21時、9時の放送になって今日初めて見ました。寂しさが消えました。すべてを許せました。ゲイ放送を見なくなりました。キリちゃんを愛する心を学びました。イエス様を愛する心になってください。うつと告白できました。虐待をやめました。悪魔の存在を知りました。許すから始まる、それが大事だと分かりました。人を信じれるようになりました。物欲がなくなり iPhone を捨てました。詐欺にかかりました。
なんか優しくなれた気分だ。アメン。野菜が美味しくなりました。明日自分の教会で礼拝ですが落ち着きません。なぜですか。私たちは十字架の福音の配達人かなと思いました。家族に病気のことを受け入れてもらいました。吉原さん、イエス様の十字架を背負って一歩ずつ前に進みます。 AKB が偶像だと分かって CD 捨てました。 AV 見なくなりました。兄弟姉妹の励ましと祈りに感謝しています。キューちゃん、英語どこで勉強しましたか。メッセージですね。メッセージで勉強しました。兄のお葬式断りました。アメン。みんな好きになりました。油注ぎのある礼拝で出るのが御心です。ご飯が美味しかった。人を殴らなくなった。視力がちょっと上がりました。今日も生きています。この嘘が過疎になった分、霊的な質が上がり、油吸いが増えました。キューちゃんの言葉が真実だと分かった。ジャニーズの写真集を捨てました。墓参りするのをやめました。神の導きでこの素晴らしい放送に出会うことができました。キューちゃんのおかげで親と仲直りできました。ありがたいと感じられることができました。試練の時でも平安があります。僕は罪の塊でいつも自分には自国に落ちると言っています。イエス様によって天国に行けます。最高の気分だ。朝が爽やかに感じるようになった。カリスマについていこうと思いました。アメン。生きるって素晴らしい。生きているって素晴らしい。アメン。君がよう歌わなくなったら神の力を感じました。耐えられるようになった。人生って素晴らしい。中退して信仰生活に入りました。イエス様に救われました。キューちゃん牧師が好きです。ありがとうございます。みんなが笑ってる。イエス様も笑ってる。今日も良い天気。油注ぎを受けることは神の御心です。私のくびきは追いやすく。生きる意味が今になってやっと分かりました。生きる意味が今になってやっと分かりました。嘘をつかなくなった。嵐と戦うキューちゃんを見て勇気が湧いてきました。自分がいかに罪深いことをしてきたか反省しています。早く天国に行きたくなりました。新しい朝が来た。希望の朝だ。コメント読まれたら元気になりました。イエス様にお願いしたら心が解放されました。気づきをもたらされました。世界が変わりました。僕のところにもイエス様は来ますでしょうか。来ます。来ます。人のために強くなろうと思った。イエス様は生きる意味を教えてくださいます。 LTL に訪問して信仰心が強くなりました。素晴らしい証に体が熱くなりました。信仰心で勇気を持ってコンビニに行けました。悪コメを打つとイエス様から離れていきますか。はい、そうですよ。天国へイエス様と交信したいです。イエス様に救われたことを感謝。それだけです。25年引きこもっていましたが祈ったら出かけられました。素晴らしい。ハレルヤ。アメン。愛することが多くなりました。今日はずっと引きこもってリバイバルに備えていました。明かしタイムは神様の栄光があります。感謝の気持ちがイエス様のことを思うと胸が熱くなります。
十字架の話を聞いて肩が軽くなりました。イエス様についていきます。キリチャン放送のおかげで真実が見えるようになりました。キリチャン放送を友達に紹介しようと思いました。いざという時戦う気力が出てきました。吉原さん、駅で困ってる人を助けることができました。恥ずかしさが消えてよかったです。日本がイエス様の愛で満たされますように。日本がイエス様の愛で満たされますように。皆さんのコメントに励まされますね。命の素晴らしさが分かった。この放送に出会えてよかったです。お祈りを毎日したら肌がピチピチしてきました。キリストのゆえに奪われたとしてもなおという歌詞を聞いて、イエス様が生かしてくれていると知りました。今家族とこの放送を見ています。背負っている荷が軽くなりました。油注ぎこそ神様が働かれている証です。キューちゃん、毎日油注ぎをありがとう。イエス様です。視聴者数が減っても一人でも多くのクリスチャンが増えることに喜びを感じます。元気があれば何でもできる気になりました。今度僕もぜひ聖書を読んでみたいと思った。アメン。祈れません。どうしたらいいですか。祈れるように祈ってください。もっともっと強くなります。この放送をブラジルから見ています。一体感を感じることができました。勇気や決心がいることですが最高の仕事だと確信します。聖書は分厚いけど頑張って読んでいます。天国ポイントが2倍貯まった気がします。兄弟姉妹の皆さん、お祈りください。イエス様の優しさや温かさを感じます。僕は両手がありません。それでも祈れますか。祈れます。手を合わさなくても祈れます。心だけでも祈れます。祈ろうとすると拒否反応を起こしてしまいます。一言、じゃあイエス様と祈ってください。イエス様、もうそれだけで祈りなんです。目が悪かったのが治った。見よ、私は特時に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は中に入る。旧放送は元気になるよ。油注ぎでワクワクしてきます。罪を許してもらえるなら許してもらいたい。許されます。イエス・キリストを信じることによって許されます。証に信仰の炎を感じます。祈ったら仏教徒の込みから抜け出せた。お祈りしていたら銀行口座に振り込みがありました。奇跡。この放送で眠気が覚めました。会社でイエス様の素晴らしさを説いています。こんな楽しい人が牧師でイエス様のために何ができるかわからないけど、アメン。掃除をしたら部屋がきれいになりました。背負っているにも人生が見違えるほど充実しています。アメン。体の中心に熱いものを感じています。いいことが起きるようになりました。電動放送に出会って毎日がウキウキ気分です。油注ぎです。油注ぎです。油注ぎです。神の力で毎日ウキウキです。毎日ウキウキです。神様のために苦しむことは喜びです。ただ御心にまっすぐでありたい。ただ御心にまっすぐでありたい。
拝んだらお金が出てきた。イエス様最高、イエス様最高、イエス様最高。頭が痛いので祈ります。主の皆を叫び求める者は皆救われる。主の皆を叫び求める者は皆救われる。体中の血液が流れ込んでくるのを感じます。イエス様のおかげでちょっとしたことがすごく幸せに感じます。この放送で笑顔が満ち溢れています。イエス様の愛はもっと偉大です。もうイエス様以外は何もいりません。神の国で働きたいです。神の国で働きたいです。イエス様最高って世界の中心で叫びたいです。叫びましょう、叫びましょう。イエス様の偉大さを考えたら悩み事が吹っ飛びました。感謝の気持ちでいっぱいです。神の愛が理解できるようになりました。以前は寝る前に酒に酔っていた。今は油注ぎに酔うようになった。アメン。まめこさん、イエス様を信じてよかったです。信仰で燃えています。もう間もなく週末になってほしい。海が割れる以上の神の力を感じます。海が割れる以上の神の力を感じます。イエス様を 100% 信頼できるように変えてください。 100% イエス様を信頼できるように変えてください。イエス様のおかげで8年間患っていた統合失調症が治りました。8年間患っていた統合失調症が治りました。イエスノーが言えるようになりました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。イエス様に丸投げしたいです。はい、ありがとうございました。人と口論しなくなり、人に対して優しくなりました。イエス様と呼ぶだけでも祈りになるなんて、イエス様は優しいです。イエス様、イエス様、主の名を呼ぶ者は救われる。主の名を呼ぶ者は救われます。キューちゃんの様子を見ると体が熱くなるのがわかります。家族全員天国に行けるようにしてください。イエス様を描いてみた放送を始めました。最近祈ってばかりいます。アメン。イエス様が大好きです。最近祈ってばかりいます。イエス様が大好きです。キューちゃんを見ると体が熱くなってほてります。早く天国に行きたいです。天国に行きたいです。アメン。イエス様にくっついていたいな。イエス様にくっついていたいな。エルテールに行きたくなりました。神を褒めたたえる集まりはなんと素晴らしいんでしょうか。神を褒めたたえる集まりはなんて素晴らしいんでしょうか。天国でキューちゃんに会えますか？会えますよ。天国で会えますよ。天国で一緒に永遠に住むことができます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン。はい、今日はですね、十字架について話しました。イエス様の十字架は私たちのためです。私たちの罪を背負ってくれた。しかし私たちの十字架は、イエス様に従うために、
イエス様の福音を述べ伝えるために受ける苦しみ、イエス様の名によって受ける苦しみ、それを表しているのではないでしょうか。この世はイエス様を憎んでいます。この世はイエス様を憎んでいます。ケチャン牧師はどうしてそんなに優しいのですか。誰でも優しくなります。イエスキリストを信じて、イエスキリストの油すぎを受けていくならば、誰でも優しくなるのです。イエス様が優しいから、イエス様が優しいから、イエスキリストの弟子も優しくなるのです。イエスキリストが優しいから、イエスキリストの弟子も優しくなるのです。私たちはもっともっと優しくなるのです。もっともっと優しくなるのです。まめこさん、私も優しくなれますか。なれます、なれます。リエさん、優しくなりたいです。優しくなれます、優しくなります。アメン。明日の礼拝でキューちゃんは聖霊に酔いますか。酔いたいです、酔いたいです。教会によって信仰の仕方が全然違いますね。まあ大きく分けると、油注ぎがある教会と油注ぎのない教会があります。油注ぎのある教会、そこが大事なんと思います。人を思いやる心をもっと強くしたいです。人を思いやる心をもっと強くしたいです。人生というのは、人生というのは自分の十字架を背負ってイエス様についていくことです。自分の十字架を背負ってイエス様についていくことです。それは、素晴らしいことなのです。自分を捨て、自分の命をイエス様に捧げることは素晴らしいことなのです。ですから皆さん、十字架を見てください。イエス様の十字架を見てください。イエス様の十字架は、イエス様ご自身が命を捧げて、父なる神に命を捧げて、すべての人のために自分を捧げた姿です。イエス様が死んでる姿です。それは神様の栄光です。神様の栄光です。神様の栄光です。イエスキリストのそのされた義の行いは神の義であり、人々を愛する神の栄光であり、そしてこの世に対して、この世に対して世の光として輝いているのです。十字架は光です。十字架は光です。栄光です。神の栄光です。神の栄光です。神の栄光です。十字架は神の栄光です。神様が輝いているのです。神の愛が輝いているのです。この世に対して神様を表しているのです。神様の素晴らしさを表しています。神様の愛を表している。素晴らしい栄光なのです。そして私たちは、イエス・キリストについていって、自分の十字架を担いで、自分の十字架を担いで、私たちもイエス様に習って、神様の栄光を表しているのです。私たちも自分の十字架について、自分の十字架について、私たちも世の光なのです。イエス様を見習って、私たちも世の光なのです。私たちもこの世に対して神の栄光を表しているのです。私たちもこの世に対して神の側から、私たちも神の子として、世の光として、世の光としてイエス・キリストを告白することによって、イエス・キリストを告白することによって、私たちもこの世に対して神の栄光を表しているのです。神の栄光を表しているのです。十字架にかかるというのは、十字架にかかるというのは神の栄光を表すことなんです。神様の栄光を表すことなんです。私たちは苦しみに遭います。迫害に遭います。恥ずかしみを受けます。罵られます。悪口雑言言われます。妨害に遭います。ひどいこと言われます。いろんな人にひどいこと言われます。
暴力を受けるかもしれません。しかしイエス・キリストの名によって苦しむならば、それは私たちの喜びなのです。キリストのために苦しむのは、キリストのために苦しむことは私たちの喜びなのです。私たちの誉れなのです。私たちの誉れなのです。皆さん、生きる目的はそこにあるのです。生きる目的はそこにあるのです。キリストのための苦しみを忍耐するのです。キリストのための苦しみを、それは自分の罪の苦しみではなくて、尊い苦しみ、尊い苦しみ、清い苦しみ、キリストのための苦しみは尊い苦しみなのです。十字架の苦しみなのです。十字架の苦しみなのです。イエス様が私たちのために苦しんだ苦しみ、イエス様が私たちのために苦しんだ苦しみ、私たちも十字架の苦しみを共に味わうのです。キリストの苦しみ、十字架の苦しみを共に味わうのです。私たちは神様が愛に満ちたお方、恵みに満ちたお方です。私たちもこの世に対して神の愛と恵みを表すために苦しみに遭うのです。苦しみに遭うのです。キリストにある苦しみに遭うのです。皆さん、人生の意味はそこにあるのです。人生の意味はそこにあるのです。招きをします。招きをします。イエス・キリストを信じて、自分を捨て、日々自分の十字架を背負ってイエス様についていきたい人、イエス・キリストの名によって苦しむためにイエス様についていきたいと思う人、アメンと言ってください。自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従っていきたい人、アメン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 。素晴らしい人生です。素晴らしい人生です。素晴らしい人生です。本当の人生です。本当の人生です。アメン、アメン、アメン。天の父様、以前は虚しいことのために生きてました。意味のないこと、単なる欲のために生きていました。何も残らない、何も意味がない、むしろ害のある生き方をしていました。神様に対して敵対していました。無意味な生き方をしていました。しかし今、イエス様に選ばれて、救われて、見つけられて、今本当の生き方、私たち人間として作られて本当の生き方を知ることができました。イエス様、あなたが模範です。十字架が模範です。十字架を誇ります。十字架を誇ります。最高の神の御業、神の義、私たちのために、全ての人のために命を捧げる、こんな愛はありません。こんな愛はありません。なんと素晴らしい愛でしょうか。神の愛です。最高の愛です。最大の愛です。そのイエス様の十字架を仰いで、私たちもあなたについていきます。あなたについていきます。あなたについていきます。イエス様、あなたについていきます。あなた、あなたこそ私たちの救い主、神の子です。あなたこそ、あなたこそ永遠の神様です。生ける神様です。あなたについていきます。あなたについていきます。日々自分の十字架を背負ってあなたについていきます。アメンと言った方々を祝福してください。祝福してください。祝福してください。守ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。ありがとうございました。明日礼拝で会いましょう。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン、アメン、アメン。ハレルヤ、アメン。